はい、それではお時間になりましたので、ただいまから、4DH フォーラム第1回オンラインセミナーを、開催したいと思います。本日は大変お忙しいところ、オンラインセミナーに、ご参加いただき、大変ありがとうございます。私、今回の司会、パネリストを務めます、環境エネルギー政策研究所、の松原と申します。第4世代地域熱供給 4DH フォーラムの事務局も務めております。本日の主催はですね、環境エネルギー政策研究所、第4世代地域熱供給 4DH フォーラムが主催になりまして、全国ご当地エネルギー協会の共催、そしてデンマーク大使館のご協力を得ております。本日のプログラムがですね、画面に今表示されていると思いますが、最初にですね、ISEF 所長の飯田哲也の方から、ご挨拶と第4世代地域熱供給について、お話をさせていただきます。その後、東北大学教授、そしてこの 4DH フォーラムの座長を務めていただいております東北大学の中田先生に、脱炭素社会のエネルギーシステムデザインということでお話を伺います。そして3番目に、デンマーク大使館の田中泉さんの方から、デンマークにおける分散型エネルギー供給というテーマでお話をしていただきます。で、最後にですね、私の方から、今回のオンラインセミナーのメインテーマである、4DH ガイドブックですね、今年の3月に発行いたしました、4DH ガイドブックのご紹介を、最後にさせていただきたいと思います。今回のオンラインセミナーのですね、ちょっと注意事項なんですけども、参加者の皆さんはですね、マイクは基本的にミュートにずっとなっておりまして、画像もですね、映りません。こちらからも見えておりませんのでご安心ください。からご質問についてはですね、画面の下の方になるかと思うんですけども、Q&A というですね、ボタンがございますので、そちらの方に書き込んでいただければと思います。ただですね、後でまとめてお答えする予定なんですけども、お時間の都合で全部お答えできないことはご了承いただければと思います。何か運営上何か問題、あるいは気になることがある場合はですね、チャットの方からスタッフの方にお知らせください。から本日の講演資料はですね、ISEF のホームページの方からダウンロードできるようになっておりますので、こちらのページの URL を示していますけども、このページの右側の QR コードですね、こちらからもアクセスできるようにしております。から 4DH ガイドブックの方もですね、ISEP のホームページからダウンロードできますので、まだダウンロードされてない方はぜひダウンロードしていただければと思います。はい。それでは、最初に、ISEP 所長の飯田の方から、ご挨拶とお話をしたいと思います。飯田さんのお願いします。皆さん、こんにちは。環境政策研究所所長の飯田哲也と申します。この度は、今回の 4DH フォーラム、いつもメンバーだけでクローズドでやってるんですけれども、新型コロナの関係もあって、このウェビナーというスタイルですので、公開して、開催させていただくことにしました。ご関心を持って、ご参加いただきありがとうございます。まず私の方から、全体のすごく紹介的な話ということで、この第4世代地域熱供給とは何ぞやというところですね。で、もう、これまでフォーラムに参加していただいている方についてはもうよくご存知だと思いますが、この第4世代地域熱供給、略して 4DH というふうに呼んでますが、まず概念図はこの今、画面に映しているような図でですね、ダウンロードしていただければ、この英語になっている細かいところも全部日本語にしてありますが、地域熱供給が、第1世代、これは蒸気で供給するのが第1世代、それから100度以上の高温高圧水で供給するのが第2世代、そして、比較的高い、100度以下だけども、80度、90度といった比較的高い、中温水で供給するのが、第3世代で、さらにそれを50度、60度といったかなり低い温度で、供給する、域の温度ですね。戻りはそこからさらにマイナス30度ぐらいになってくるんですけども、
まあ、これが第4世代ということで、まあ、温度を供給の下げれば下げるほど、まあ、ブルーのラインでありますが、まあ、全体のシステム効率が非常に高くなるということと、この緑で表されている、つまり自然エネルギーの熱源とか排熱ですね、バイオマス、それから太陽熱、そして風力発電の、を熱として使うと、まあ、自然エネルギーをどん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 そこに統合していくというような考え方で、これはですね、2004年、ここにヘンリック・ルンドってありますが、オールボー大学のヘンリック・ルンド教授グループがですね、提唱した、まあ、考え方と、まあ、技術の群ということで、ちょうどこの2014年あたりから、デンマークの、まあ、非常に進んだ、分散型エネルギー技術を日本で、技術移転しようというプログラムを、まあ、スタートした、ちょうどその年に提唱された考え方ということで、まあ、この年から毎年開かれているこの第4世代地域熱供給国際会議にも私ども参加をして、まあ、交流と知見を深めてきたという経緯です。で、地域熱供給というのは日本では非常に、まあ、ニッチというかですね、それはなんかエネルギー政策全体の中でどれだけ意味があるのっていうような疑問もあるかと思いますが、これはこの後中田先生、それからデンマーク大使館の、田中さんからもですね、やはりあるいはその後 ISF の松原さんからもご紹介いたしますが、まあ、非常にその今時代として、まあ、注目再発見というかですね、されている。特にデンマークはこの後田中さんにご紹介いただきますが、自然 100% を国として目指している中で、まあ、風力発電プラス地域熱供給というのが日本柱で、しかも風力発電のこの電力変動を、まあ、いい形でバックアップする形で、地域熱供給と、まあ、連動化して全体として、電力システムのスマート化と地域熱供給の、まあ、グリーン化といったものが統合されて、さらにその次のステップとしては、まあ、風力ガスというかですね、天然ガス、化石燃料天然ガスを、まあ、CO2 フリーのガスにしていこうという流れも、まあ、見えてきているという中で、この地域熱供給が、まあ、果たす役割が非常に大きいというところがあります。まあ、詳細はまた田中さんの方からご紹介をいただけるかと思います。で、でまあ、地域熱供給というふうに捉えたときに、まあ、日本の中では、まあ、このガイドブックというかですね、ハンドブックの中でも、まあ、日本の中でそこだけを見ると非常にニッチなんですが、改めて振り返ると、なぜ日本ではこの地域熱供給というか、そもそも温熱というものがですね、非常にニッチな扱いになっていると、まあ、ここは中田先生、東北大学の中田先生から後で、全体的な意味合いもご紹介いただけると思いますが、まあ、少なくとも私の視点からは、まあ、常々ですね、もうずっと主張してきてますが、日本のエネルギー政策の中に、まあ、確かに地域熱供給法、法律としての地域熱供給法はあるんですけれども、熱政策、温熱としてどういうエネルギーをどういう、まあ、合理的に、そして、グリーン化して、まあ、省エネおよび、再エネにシフトしていくという温熱政策の体系がそもそもぽっかりと歴史的に欠落してきて、まあ、要はもともと石炭から石油、そして原子力、電力、あるいはガスといった、まあ、供給側の政策はあるけれども、需要側でしかも温熱に焦点を当てた政策というのは、まあ、ないというのが、まあ、結果としてこの地域熱供給そのものが非常に、まあ、ニッチに追いやられているという、まあ、一番大きな背景なんではないかというのが、まあ、一つあります。で、2点目に住宅建築政策と全く統合されていないという。で、日本の住宅建築政策は、まあ、年間100万棟以上、まあ、いわば消費財として租税乱造されてきている、まあまあ、最近若干断熱性は上がってはきていますが、まあ、ストックベースで見るとほとんど無断熱無機密住宅で、まあ、そんなところで全館暖房しようものならですね、暖房費が、とてつもなく費用だってくるので、まあ、日本は暖かいのでそもそも暖房が不要だっていう非常に乱暴な言論もあるんですけれども、まあ、結果として、ドテラを着込んでこたつに、丸々という、まあ、天暖房、
が主体で、結局その中では地域熱供給という一番重要な、あの給湯も重要なんですが、暖房需要というものが結局市場として顕在化されてこなかったというところがあること。で、3点目として、熱導管の敷設コストが非常に高い。で、これ人件費が高いのではなくて、人件費で言えば北欧の方が、それこそデンマークやスウェーデン、あるいはドイツの方がはるかに高いわけですが、まあ、最近コロナでもですね、いろいろ、下請けに出して、さらに中抜きっていうのがいくつかメディアでも話題になっているのですね、まあ、多層下請け、中抜き構造っていうのは、やっぱり一番その低品質でありながら高コストの、まあ、構造として、この熱導管の敷設コストの、まあ、場合によっては10倍から数十倍高いコストに結局なってきているのではないかと。まあ、もちろん熱導管だけではなくて、さまざまなボイラーとかですね、それを構成する技術群なんですが、それが非常に、日本の中では非常に、まあ、乏しいというところがある。そして、燃料もですね、結局現状の数少ない地域熱供給もほとんどは化石燃料で、まあ、これは歴史的に燃料転換を、炭素税等ですね、再生可能エネルギーや排熱といったものにシフトさせていくインセンティブを、まあ、結局取ってこなかったと、まあ、こういった問題群が絡み合ってですね、まあ、本来今、EU なんかでもですね、非常に大きな役割を果たしうる、地域熱供給、まあ、それが場合によっては分散型の、熱供給も含めてですが、それを、まあ、省エネでかつ再生可能エネルギーベースの温熱供給といった方向に日本を向かわせてこなかったといった問題が浮かび上がってくるのではないかと。まあ、そうは言ってもこれから、まあ、長い道のりの中でですね、デンマークの 4DH 国際会議なんかでも、まあ、これから地域熱供給が始まったところっていうのは、例えばイギリスとかですね、あるわけで、まあ、そういったところも点から線、まあ、線から面に広げていくといった形で、まあ、やはり社会インフラとして、この地域熱供給の問題を、まあ、一つ一つクリアしながら、この温熱分野における、まあ、再生可能エネルギーの、まあ、地域ベースで、再生可能 100% の、システムに、向けていくと、まあ、そういったものが、問題群というかですね、その問題群を裏返しとしての解決群というものが見えてくるのではないかということで、この 4DH フォーラムを、一昨年から、中田先生を座長にお迎えして開催してきていて、で今日はまあその、まあ、初めての 4DH ガイドブックを、まあ、皆さんにご披露できるというタイミングです。はい、私の方の、まあ、最初の、まあ、紹介プレゼンは以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、井田さん、ありがとうございました。それでは、東北大学教授の中田先生の方から、お話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、早速画面の共有を始めます。お手元に届きましたでしょうか。よろしいですか。はい、ではトップページが出てますが、このタイトルで15分ほど、お話しします。まあ、ちょっと文章長いですね。地域熱供給の位置づけですが、まあ、いろんな特に寒冷地、震えないで済むとか、あと被災地で今回も自衛隊のお風呂で喜んでるテレビを見ましたけども、本来こういうものがあればですね、仮設のお風呂じゃなくて、多分お湯は流れているのかなというふうにも思います。で、そのお湯が、まあ、ゴミの焼却熱とか火力発電所の捨ててる熱、まあ、海水に捨ててる冷却水じゃなくて、それを自分たちで使うというのであれば、まあ、おそらく誰も反対する人はいなかったと思います。ただ、まあ、日本は、まあ、不幸なことに、まあ、私たちの、まあ、学者の専門家もですね、100年前に帝国大学ができたとき、あるいは文明開化、明治維新のときに、まあ、熱供給がこれから広まるぞということを
まあ、当時は知らないで帰ってきたと。ただ電気がついたということは分かったので、それからガスがあるということも分かったので、それはまあ銀座とか、まあ、日本で真似して作った。ただ熱を配管で配るという発想は、まあ、あの高度ないわゆる専門家が知らないでいたわけですね。ですから当然あの知る由がないということです。ですから特に誰かが悪いというのではなくて、まあ、あのいろんな意味で日本の開国の脱や入王の中で特に目に見えない仕組みに対してはどんなに当時優秀な日本人が留学しても、まあ、分からないで帰国したのかなと思います。まあ、逆に目に見えるものを、まあ、軍艦も含めてね、電気、蒸気機関車、そういうものに、まあ、当時の先駆者が燃えてですね、国産化していったのが、まあ、昭和、明治から昭和の前半だと。で、地域熱供給は結果としてほとんど気づかないで今に来てまして、私ですらあのちょっと話すとそれはもう先生東北の話でしょって一蹴されて、東京から西の、教授にはあの、まあ、あの笑われて終わります。それは今でも多々あります。ただそれが違ったんですね。結果として私がなぜこんなに皆さんの前で語れるようになったというのは、やはり、まあ、一つはあの私が自分の興味で行った当時晴海ですか、有明でイベントがあって行った時に、まあ、このアイゼップの特に飯田さんがデンマークのことを先進的なものを客観的に整理してプレゼンされてた、あと河野大臣もいた時ですけどね、その時が私の、まあ、近代化の第一歩ですね。それからあのデンマークが先進事例だということで、田中さんにもお世話になってデンマークに1回、結局私3回ぐらい毎年行ってるんですが、まあ、断るごとに私の分野の、まあ、専門性のある大学教授がさらに、まあ、スマート化したインテリジェント化した熱供給システム、さらに熱にはあの温熱ではなくて冷熱も入るんですね。ですからデータセンターとかデパ地下なんかは冷房入れる方が長いと、そういうところで、あ、なんだ寒いところしか相手されないんじゃなくて、これ暑いところでも相手にされるんだねと。つまり日本の人たちが一周しているのは多分、まあ、ちゃんとしたところで勉強してないから、まあ、下手者だと思って一周してるだけであって、100年間の、まあ、この昭和から平成の間に着実にアメリカ、ヨーロッパが進化していることを、まあ、見て見ないふりをしているんだなというふうに自分も含めて痛感をしたという、そういう背景があります。さてここではですね、じゃあその文句はそのぐらいにして、それはあの皆さんにお配りしたガイドブックの1ページの文章を初めてにも書いてあります。これからどうしようということをここで少し前向きに提言をします。まずですね、データベースを作ろうということですね。つまり今地域熱供給のデータベースが、まあ、ないと。大げさに言うとですね、パワーポイントの方は皆さんお手元には7ページなんですけども、ちょっと飛んじゃっていいですかね。もう一個、あ、ここですね。これが、あ、行き過ぎました、はい、あ、これです。これが日本の今の現状です。で、一番大事な黄色い市町村別エネルギー総合統計というのは私が名付けたもので、今日本にはないのが正しいんですね。多分皆さんもどなたも持ってないと思います。で、市町村の数が1745あって、多分皆さんの仕事というのはそこの、まあ、先駆的な、まあ、スマートシティとか持続可能な街とか脱炭素社会、まあ、東京湾もやるようですけども、そういうところで一番先駆的な仕事されている方が本来であればこの一番下の市町村別のエネルギーの実態を、まあ、どこかにアクセスしてそして、ああ、我が町の特徴はここだということで、ここに熱供給がもしこの地域に入ればビフォーとアフターでどう良くなるというのを多分議会とか、まあ、上司に説明をしてですね、そして最後は住民の方に説明をして理解を得ていくというのが普通だと思いますが、今はそれができないんですね。だから結果として太陽電池とか風車とかハードとして絶対それはいいものだという保証したものを、まあ、作るということしかなくて、それがどう今の町のエネルギーの需給を変えたかというのは実はあまりわからないというのも現状です。で、一方で今日本で分かっているのは上の2つですね。総合エネルギー統計は、まあ、経済産業省、NHKのホームページで公開されています。それから都道府県別になると言葉が違うの分かりましたかね。エネルギー消費統計というふうになっています。で、ここで消費と言えているのは、ちゃんと行政は
ちゃんと分かってるんですね。供給がないんですね。つまり使う側の、まあ、ディマンドセクターという、まあ、使う側の数値はあるんですけども、例えばそこにどんな一次エネルギーっていうのかな、まあ、風とか石油とか、原子力がどういうふうにそこに入り込んでるかっていうのは都道府県別では一切分からないというのが今の正しい答えですね。でそれが分かっているのは国レベルの総合エネルギー統計唯一になります。ですから結果として、うん、まあ、暗中模索というんですかね、まあ、目が見えない中で、まあ、地域のやる気で何かプロジェクトを起こさざるを得ないというのが今の現状です。でそれは、まあ、うん、しょうがないんですけども、私はいろんな地域の仕事に関わるにつれて分かってきたんですね。つまりそういうことが分かってきて、結局何をやってもその効果が客観的に検証できないと、これだと私としてはなんか存在価値がないんですね。むしろそれならなんかお祭りを煽るようなだけの、まあ、太鼓持ちで済むわけで、私はそういうのに向かないので、私自身も自分が納得をして数字が頭に入って、その結果として、まあ、このプラントをこちらに変えるとこれだけのメリットがあるっていうふうに言いたいなと。でもうこれは待てないので今回自分で作ることにしました。そして同じようなことはあの IZEP の中で永続地帯というプロジェクトでも先駆的にあるということを教えていただきました。ですから、まあ、それをまた少しフォローするという位置づけもありますが、こちらはですね、あのエネルギーの供給側も入れて考えていきます。それから、国と都道府県と、まあ、市区町村が、まあ、スケーラブルっていうんですかね、マルチスケール、つまり、まあ、今の Google Earth みたいなもので拡大していけば市区町村になるし、また遠くに引いていけば国になると。本来統計ってそうならなきゃならないんですが、実は現状では全くならないんですね。ですからそういうスケーラブルなものを根ざして思考的に作っていこうと思っています。さてもう一つはあのここでこっそりとお教えしますけども、総合エネルギー統計はあの完璧に書いてありますが、その逆なんですね。どうしてかというと、総合エネルギー統計は下降統計という位置づけになってまして、国の統計だと、まあ、松竹梅とあると、松が基幹統計、梅が一般統計、そして竹ですね、今ちょっとうな丼を思い出すような話してたんですけど、その一番下 の安い波のうな丼になるのが下降統計で、総合エネルギー統計はその下降統計なんですよ。じゃあ一番上の統計は何かというと貿易統計ですね、財務省ので。つまり日本は化石燃料に依存しているので90数%、幸いにその時代は国としてはエネルギーの量をほぼ補足できてたんですね。ほぼですね。でも新エネは結構緩いんですけども、そしてその下に来るのが、まあ、いろいろあるんですけども、結局総合エネルギー統計はさらに孫みたいなものなので、これ自身がかなり偏っています。まあ実際に言うとですね、一番精度がいいのがあの左上の産業部門ですね。これは経団連を通して、例えば、まあ、電力調査統計だけでは足りないので、電磁電に公開されてないけども総合エネルギー統計に使うというものを分けていただいていると。ガス事業生産統計も足りないところはガス協会、それから、まあ、各産業別でいうと石油連盟とか鉄鋼は鉄鋼協会というあの代表的な、まさに経団連の各代表組合に経産省がお願いをしてそのデータをもらって更新していると。でこれはこの中で実は一番精度が高いんですね。それから、次に高いのは、もうないんですが、まあ、運輸部門ですかね。これは国交省にお願いをして、あの車検とか自動車税で登録をしてますので、登録台数を日本中安分をして出しています。ですから北海道から沖縄まで全て燃費は一定で、どの自動車も走るパターンは全員が同じパターンだと。分かりますかね。送り迎えだけとかたくさん走るとかいうのは一切分からないと。それで出しているのが運輸部門ですね。で家庭部門は家計調査、総務省のいわゆるいくらお金に使ったかというのを逆算して出しています。で一番分かるのが業務部門でして、業務部門いろいろ書いてあるんですけども、大げさに言うと1から残りの3つを引いたのが業務部門と。それだとあまりにも格好悪いんでちょっと補足しているということですね。でそう都道府県別になると、今度は運輸の貨物を最初から除外しています。これはまあ除外する正当な理由としてはよくわからないですね。つまり何々県から出てく荷物なのか、
入ってくる荷物なのか両方なのか、それで3通りの考え方があって、日本ではまだ統一見解がないということで、まあ、正直で言うと分からないのでやめたということですね。それから業務部門はこの後私が調べたら、エネ庁の方で 3,4 年前に直してですね、産業連関を15年ぐらい前から入れたんですけども、やっぱり良くないということでやめて、今はですね、就業者、ごめんなさい、従業者数というものと、経済センサス基礎調査から案分したもので補填をしているということで、以上です。私もだいぶこれで、統計のオタクになりました。もし私より失礼ですけど詳しい方いたら、ぜひチャットで名乗り出て教えてください。私の先生になるので、ありがたいですね。じゃちょっと戻しますね。残りはですね、飯田さんが今おっしゃられたようなことを少しデータを使って表現したものです。日本ではガラパゴスの地域熱供給がヨーロッパでは、まあ、もう100年の歴史があるということで、誰も反対する人はいないと。で、昔はまあ石炭を焚いたりしてたんですが、最近はそこに再エネのまあ余剰分を、まあ、電気ヒーターで温めるとか、それから再用熱なんかを季節感を貯蔵をするとかですね、ちょっと壮大なプロジェクト、それから冷熱利用にもするということで、まさに日本が第一世代もまあ、とどまっているものが、向こうはいつの間にか2、3、4と第4世代まで行って、このまま行くと第5世代もありそうな勢いだと。そしてこちらは日本では、知らない方は日本はあるよって熱供給協会があるんですけども、協会はあるんですけど、結局ここだけの協会なんですね。ですからここのメンバーは、まあ、空調機器の会社、それから、あとは不動産ディベロッパーっていうんですかね、日本橋のコレドは、なんとか、なんとかだし、丸の内はなんとか辞書だしというところが、まあ、大きなビルを抱えていて、光熱機器を集約していくというような時に、まあ、地域熱供給を始めていると。ですから逆に家庭部門の庶民とか、あるいは業務部門の、まあ、モールとかですね、ショッピングモールがこういうものに入るという可能性はほとんどないんですね。さて、もう時間が近くなってきました。これは三角グラフで、とても、嫌がる方もいますけども、これは便利なので書きました。これはですね、どこの点を取っても1になるんですね。視野で表しています。そして日本の特徴は、左側が地域熱供給の、まあ、数少ない事例を分析して、こちらが使う側の利用者、右側がその熱の熱源ですね、供給源ですね。日本はどちらも、まあ、異端地っていうのは分かりますね。で、普通であれば日本がトップだって言いたいんですけども、残念ながら逆のトップなんですね。なぜ悪いかというと、まあ、日本は業務部門が 95%、 つまりなんとかオフィス内しか目がないんですよ。ですから、産業部門もないし、家庭部門もないと、もうここだけでほぼ1位になるということ。そしてさらに悪いのは、そこに供給する熱源が化石燃料、これ水平で見ますので、まあ、要は化石燃料を燃やしてお湯や蒸気を作っていると、その割合が 80% だということで、あと残りは若干再生系のまあゴミ焼却なんかも使っていると。で、世界はですね、化石燃料なんか燃やさないんですね。まあ、ロシアなんか燃やしてたんですけども、だんだんこれが再生系とか排熱系に移ってきているということで、ここでもまあガラパゴス大賞が2つもらえるということで、まあ、そう言っても無視される先生はたくさん いるんですけども、ここでは皆さんは多分聞いていただけるということで申し上げます。これは片手間に、まあ、私が住んでいるパークタウンって、とてもさっきのなんとか辞書が作った東日本最大級の不動産、ニュータウンなんですが、とてもいいところですね。地震の被害もなくて褒めておきます。私はこの辺に住んでますけども、ここは珍しく東北のベッドタウンでは全部ガス管が入ってるんですよ。最近はガス管入れないオール電化の住宅地っていうのも増えてきてるんですけどもね。ただガス管に加えて、まあ、熱供給があればいいなということで、ここでは勝手に、まあ、欧米の手法を入れてちょっと設計した事例です。まあ、これは雰囲気だけ味わっていただくと。で、もう最後ですけども、今後ですね、熱供給を入れるというだけでは、やっぱり社会が動かないと思うんですね。というのは、もうなくてもあるんじゃないかっていうふうに、東京の人に言われてしまってますね。まあ、実は大阪の人も、千里ニュータウンが日本で最初の地域熱供給って自慢してるんですけども、自慢して終わっちゃうんですね。ですから、これはですね、今後です。でまずここの三角形は結構力入れてるんですけど、ここには皆さんが日本のどこかにお住みであれば、1741の市町村、45ですけどね、その数が全部これドットで入ってます。どこだか
知りたければ後でお教えしますが、私もすぐには分からないんですが、これ四国の経産局の仕事でやったので四国特集ですけどね。そうするとちょっと三角形の位置がずれてますけど、下が産業部門ですけど、この辺は新居浜とか四国中央って分かりますかね。まあ、住友化学と大王製紙の非常に歴史ある産業の町ですね。まあ、東京だと川崎とか千葉になるんですが、そこはですね、もう自治体のエネルギーの 91% が産業部門なんですね。で、ここは悪くなくて、むしろ新居浜市っていうのは住友化学が先にある町なので、新居浜市をグリーンにするから化学会社いらないっていう論理にはならないんですね。むしろ化学会社がこれからグリーンな、まあ、グリーンケミストリーに移行する中で地域も一緒にそれを応援していくという、そういう発想になってきます。で、一方で同じ四国でもこの辺は平和ですね。松山とか高知なんかはもっと産業の割合が少なくて、その分業務、家庭、あと運輸になります。で、あとこの辺の小さなテーマですね、どこかというと、まあ、九州の水害のなんとか村とか福島の会津地方とかがこの辺に入ります。この辺の 80% っていうのは全然自慢できなくて、全員が軽自動車に乗って病院、学校、買い物行くにもまあ走んなきゃいけないと。で、そこにはほとんど産業がないと、まあ、木は生えてるけど産業化してないと。で、住宅にはプロパンガスしかないけども高いからあんまり炊かないで我慢して住んでると。で、車だけは我慢できないので結果として8割が軽自動車みたいなね、それがここに出てるんですね。さあ、皆さんの街はどこでしょうか。そこでスマートシティを作るのはどうでしょうかということです。じゃあ熱供給はどこに入るかというとこちらになりまして、まあ、これ再エネの供給量が余剰なところが緑で、足りないところが赤に書いてあるんですね。で、熱供給はやはりヨーロッパを見てても数百キロ温熱のパイプはなくて、せいぜい30から50キロなんですね。でもそれがわーっとネットワークの、まあ、東京メトロぐらいあるんですね、コペンハーゲンとか。だから道路の下には水道と下水と温熱と3つあるっていうのが、まあ、北欧の常識なんですけど、まあ、日本は全く、まあ、ガス管もないわけですけどね。で、私が大事なのは洋上風車とか陸上風車、太陽光がやっぱり北の、まあ、太陽光西だけど風力は北がダントツに多いので、ここで使い切れないものは風や太陽を運ぶんではなくて電気にして変える。で、それをまあ送電線でこちらに持ってきて、そこでまあ例えば水素にしてもいいし、そこで電気ヒーターやヒートポンプで温熱にして配るということがかなりリアリティを持ってきました。つまり熱供給というのは地球環境問題とか特にその遠距離の再エネ発電が実用可能になってくると相性がいいというですね。だから日本は第一世代から第三世代にすっぽかしたんだけども、まあ、第五世代ぐらいになるとちょっとですね、恥ずかしいんだけどいきなりそこで入れるかもしれないですね。ただそれでもバイパスで送ってしまうと、何かその、まあ、遠隔で原子力や石炭使って東京に送る構図と変わらないので、やはりその送り出すポテンシャルのあるところも当然豊かになる権利がありますよね。そこがもう嫌っていうほど豊かな生活をして見せつけてくれて、そしてその間が貧乏じゃなくて順番に豊かになっていくと。で、東京はもともと数値では豊かですけども、まあ、化石燃料の豊かなところが地方のグリーンなものをまあ受けて、そして合わせて豊かになっていくというな、何かそのクラスターの連鎖反応のようなものを今想定をした分析を始めます。まあ、それがこの右下なんですけども、まあ、この辺になるとですね、決め打ちで言うのは簡単なんですけども、それは明治維新の時に猪苗代湖に水力作って東京に送ったりっていうのはもう決め打ちですよね。でもさすがにそれだと世の中動かないので、日本中1745の自治体ごとのまあ特性を見て、そしてこの相性の組み合わせというのを考えていきます。そうすると例えば左側は現状をただ書いただけなんですけど、少しそういう広域圏のまあお仲間作りのまあ地域地産地消のちょっと広域版ですね、広域圏地産地消みたいなのを考えると、札幌の赤が少し薄くなるの分かりますよね。札幌は札幌だけ豊かにならないで、もうちょっと近くの町と仲良くなると、まあ、お金もやり取りができると。旭川も少し一応良くなるはずなんですけどね。仙台も真っ赤からオレンジになってるかな。山形とかいろいろあるのでね。ということで、でも西日本はあんまりなってないですね。この辺はやっぱりエネルギー必要なんですけどもね。だからこの広域圏の定義が今回50キロで木質バイオマスも入れてるんで、木を運ぶことを想定しているんだけども、遠距離送電、それからまあ
いろんな熱とか水素とかアンモニアとか、あるいはケミカルな、まあ、いろんなものができてきますね。そういうものを想定していくときには、地域熱供給もいろんなオプションとしては非常に重要なものです。で、最後にそういうものを書いた図ですね。これは2つの大事な言葉を紹介して終わりにします。1つはクロスセクターといいまして、まあ、ヨーロッパではセクターカップリング。これは去年の、ね、秋にデンマークに行ったときに私もようやく理解できた言葉で、もうデンマークが主体にヨーロッパ、あとドイツ人が好きなんですけどね、あのアンモニアとかメタネーションというのはやっぱりドイツ人の、ね、ゲルマン民族の化学の知識が非常に豊富ですから、そこにデンマークのまあ再エネの非常にプロフェッショナルが組み合わせたのが今この辺の潮流になってますね。逆にちょっとフランスとかスペイン、イギリスはちょっと遅れてるかなというふうに思います。っていう、まあ、いわゆる電気自動車とかいろんなものをエネルギーの、まあ、形を変えていきながら融通していくと、その原料が、まあ、資源だという縦の組み合わせを、まあ、セクターカップリングで、横はですね、まあ、環境省の方、まあ、環境系いらっしゃれば地域、循環共生圏のような少し曖昧なでも美しい理念がありますけれども、それを具体化したものですね。これが、まあ、クロスボーダーという考え方ですね、まあ、国境を越えて逃げるわけじゃないんですけども、今までお金あるところは田舎と勝手にグリーン電力の契約してたわけですけども、ちゃんと実質的にあの契約をして、そしてこういうものをまあ入れていくという、まあ、横の友達と縦の友達をきちんと、まあ私も専門家としてまあ分析をしていけば、多分皆さんが地域おこしをするときのまあ素材を提供できるのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。はい、長先生、ありがとうございました。それでは続きまして、デンマーク大使館の田中さんの方から、お話をしていただきます。はい、こちら、デンマーク大使館田中です。まず、資料の共有の方させていただきます。はい、私の方からは、デンマークにおける分散型エネルギー供給という、タイトルでお話しさせていただきます。あのこの場で 4DH の場で何回かデンマークの熱供給に関してはご紹介させていただいておりますが、いただいておりますので、今日は少し違う観点から、お話しできればと思います。はい、まずあの今日本でもよく取り上げられております SDGs ですが、デンマークの方でも、とても重視されております。で、まあ、このようにランキングというのがあるんですが、これは決してあの公式なものではないのですが、ご覧の通り、デンマークは、これは確か去年のだった2019ですねのランキングで、1位になっておりまして、で特に7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにという観点から SDGs の取り組みに力を入れております。でまずあのデンマークのエネルギーの話をする際に、いつもこちらはご紹介させていただいていることなんですけれども、デンマークでは長期目標がございまして、それは2050年までに化石燃料に依存しない社会を構築、具体的にはエネルギー分野および交通分野での、化石燃料の、利用をやめていくということを、目標として掲げております。すでに1985年に原子力発電には依存しないということを掲げておりますので、すなわち2050年に 100% 再生可能エネルギーを目指しているというのがデンマークの長期目標となっております。で今日の話題の地域熱供給なんですけれども、永田先生の方から、どれぐらいのエネルギー量、熱の量が、デンマークでは供給されているかというふうに、示していただいたグラフがありましたが、こちらは、面積比で、どれだけそのここにあります通り、熱っていうのはどうしても暖房だけと思われがちかもしれませんが、先生の方からありました通り冷房もありますし、あと、給湯ですね。イメージではあの皆様の家庭に給湯器っていうのがあると思いますが、デンマークの多くの家庭にはそれがなく、地域熱供給の形で暖房と給湯を、得ております。で、面積比なんですけれども、こちらの通り 55% が、地域熱供給につながっております。でその地域熱供給の熱源、どのように、熱が作られているかというのを、こちらでご紹介しております。2017年のデータになりますが、この
上の部分ですね、一番上が化石燃料、石炭または、石油、軽油、重油系ですね。で、プラスこの水色の部分が、天然ガスになりますので、ここが化石燃料です。で、その下に、これが、廃棄物、今ご質問にもあったと思いますが、廃棄物、日本でいうと廃棄物発電、デンマークは、発電のみならず熱供給も行っておりますので、熱電配給。で、その下が生分解性廃棄物。で、その下は電気及び排熱。で、ここの緑の部分が再生可能エネルギーとなっています。こちらの再生可能エネルギーの内訳ですけれども、多くがバイオマスになっております。で、そのバイオマスの中には木質バイオマスもございますし、あとは藁ですね、もあります。あと、バイオマス以外の再生可能エネルギーといたしましては、太陽熱ですね。太陽熱収集、太陽光発電ではなく太陽の熱を使った、地域熱供給の熱源となっております。で、普段でしたら、地域熱デンマークにおいての地域熱供給の、事例などをご紹介することが多いのですけれども、本日は、デンマークでは今新しく気候変動の政策が最近、本当最近打ち出されたところでして、それにおいて新しい政策においての地域熱供給の役割、また果たすべき役割に関してご紹介させていただきます。去年の6月になるんですけれども、デンマークは国政ですね、国の選挙がありました。で、そこではそれはグリーン選挙と呼ばれ、気候変動などへの対応というものが大きな、政策課題となりました。で、今回政権交代があったんですけれども、その中で新しく発足した政権が2030年に1990年比で、二酸化炭素を 70% 削減するという、目標を立てました。で、新しい気候変動の目標を立てまして、やはりその 70%、 2030年までに 70% というのは、とても、野心的な目標であり、決してその政府の政策のみでは、とても成し遂げられないという考えから、気候パートナーシップ、クライメートパートナーシップというのを立ち上げました。で、これはこちらにありますように、政府はそれぞれの業種を代表する企業のトップ13社と気候パートナーシップというのを結んで、いろいろと検討しております。で、その13の、主な業種というものはどのようなものかというのがこちらに列挙しております。で、今日お話しさせていただくのメインにこのエネルギーおよびエネルギー事業というところです。で、この代表企業はこのオーステッドと申しまして、エネルギー分野でお仕事されている方々は今は特に、洋上風力の、話においてオーステッドという名前を聞いたことが、あるかと思います。オーステッドは洋上風力の世界の事業体ではございます。世界一の事業体ではございますが、それ以外にも、例えば、東電とか、例えば中部電力とかと同じように、リテールですね、小売もやっておりますので、まあ、そういう観点からエネルギー事業者を代表して、この分野で気候パートナーシップの代表企業となっております。で、ちょっと話はずれますが、とてもそのデンマークの特徴的なところでは、例えばこの食料生産、農業ですね、これもまた主要産業として、気候パートナーシップの議論に加わっているというのは、デンマークの特徴であると思います。ご存知の方も多いかもしれませんが、デンマークは、農業立国でございまして、食料自給率 300% を誇る、国です。ですので、農業を営んでいる方々も、自分たちが、エネルギーに対してエネルギー、また環境への、環境への負荷が、自分たちの、事業活動、農業活動から、影響しているというのもすごい高い認識を持っておりまして、このようにエネルギーとか環境の議論になりますと、必ず農業の声っていうのは聞かれるような形になっております。で、気候変動がとても重要視されているというふうにお伝えできたかと思いますが、もちろんデンマークでもコロナの影響で、さまざまな影響が出ております。日本よりもさらに厳しい、まさにロックダウンという形で、1ヶ月ほどですかね、
を1ヶ月を過ごしました。ただその中で明確に、現在明確に打ち出しているのが、他の国とか、まあ、あと EU のヨーロッパ連合の話でも聞かれているかもしれません。グリーンリカバリーですね。グリーンの復活復興という、枠になるかと思います。その中では、グリーンな経済への移行、グリーントランジションですね、に向けての努力は決して、コロナが止めてはならないというまず、意思を政府として発表しております。ただ、例えば、SAS、スカンジナビア航空のように、大打撃を受けた、業種もあります。ですので、そういう業種に対して過度な負担にならないようにしないといけないという認識はあります。例えばですが、もともとそのコロナの前に、気候変動のこの、気候パートナーシップも含めて、検討した際には、環境税ですね、炭素税が大きな柱にとなるというふうに考えを打ち出しておりましたが、このコロナで打撃を受けた業種、例えば航空事業者などに、そこに環境税をかけて負担を増やすというのは良くないというふうな認識で動いております。で、実際にコロナの後に新たな政策合意という合意に至っておりまして、その内容は CO2 排出量の相当で340万トンの削減を確保するような内容の合意を発表しております。で、新たなその政策合意の具体策というのがいくつか発表されております。もしかしたらこの世界初のエネルギーですね、エナジーアイランドっていうのは、エネルギー分野でお仕事されている方々でしたらニュースでご覧になっているかもしれません。ただ今日はこちらの、グリーンで囲っております、熱供給に関するところを、抜粋してご紹介できればと思います。ですので、これは新しい気候変動の政策を受け、どういうような具体策を取り組んでいくか明記したリストになりまして、そのうち4つがこのように地域熱供給に関わるものになっております。で、まずそのエネルギー事業のパートナーシップの中で地域熱供給というのがどのように触れられているかという中で、まず一つは、エネルギー事業、地域熱供給を含むエネルギー事業では二酸化炭素の排出の 95% 削減できることが可能だというふうにまず打ち出されております。そしてこの気候パートナーシップの議論を経て、政治への、提言ということで、熱源配給、コジェネにおいてなるべく早い段階で石炭の廃止、日本でもこの 2,3 日石炭利用、また石炭輸出に関して、ちょっとニュースで賑わっているところでございますが、デンマークは基本に石炭のフェーズアウト、段階的、廃止を決めております。ただそれをなるべく早い段階でというふうなのが、今回政治への提言としてまとめられました。また、2030年までに、個別暖房、給湯においての天然ガスの、利用も廃止するというのを、打ち出しまして、かつそれを、どのようにしていくべきか、その行動計画を提示すべきだというふうに、企業群の方から政治にこのようなことをしてほしいというふうな提言をいたしました。そして3つ目といたしまして、地域熱供給の熱源を 100% 再生可能エネルギーにしていくべき。で、かつ、まずそういうのは技術的な解決策を、さまざまな技術的解決策を検討すること、また日本でも最近そのバイオマスが本当に持続可能な、熱源なのか、本当にごめんなさい、エネルギー源なのかという議論が、出てくることがありますが、デンマークでもそれは、同じでして、バイオマスの持続可能性の担保を徹底することなどを、気候パートナーシップの事業体の方から、政治への提言としてまとめられました。で、政治への提言以外にも技術革新、またイノベーションなどに関しても言及されています。で、その中の一つが、今日のメインテーマでありますその第4世代地域熱供給にも、の特徴でもあります、そう、さらに分散型かつ低温のシステムを目指すというのがまず一つ。そして、デジタル化ですね、熱供給においてのデジタル化、スマート熱メーターを起因とする、デジタル化を進めるということ、また、これも、日本でも最近
言葉として聞くことが増えたかと思いますが、パワーツー X ですね、電気、ガス、地域熱供給がそれぞれ、融通し合って、全体的な効率を上げていくというような、技術革新、イノベーションに関しても、提言を出しております。で、具体的にどのようなことをすべきなのか、まず個別暖房、給湯においての軽油灯とガスの廃止、化石燃料を使わない、個別暖房で使わないようにする。これに関しましては、なるべくその地域熱供給に接続するための補助。場合によっては、その地域熱供給がまだ来てないところに新しく新設するという可能性ももちろんあります。またヒートポンプ、日本ではヒートポンプって言葉はもちろん普及はしてるんですけれども、皆様が家庭で使ってらっしゃる暖房、エアコンですね、にはヒートポンプが入ってますが、まあ、それような機器に移行をに対しても補助するというようなのも、打ち出されました。また、熱に関わる税金のグリーン化、これは、まあ、化石燃料に対しての課税を進める、また、再生可能に対して減税する、あと、排熱ですね、排熱利用に関して、地域熱供給事業者、排熱を使う地域熱供給事業者に税性的な優遇をする。これは先ほど中田先生からもお話がありました通り、今デンマークではその排熱を使うことを徹底的に使うというのが正しい言い方かもしれません。排熱というと工場から出てくるような比較的、まあ、高い温度まではいかないですけれども、まあ、まとまったある程度の量というが、思いがちかもしれませんけど、もちろんそういうのも活用するんですけれども、それ以外にも、例えばスーパーから出てくる排熱とか、あとは、データセンターからの出てくる排熱とか、そういうのを、さらに利用できるように、税制度を整えていくということも、発表されております。で、グリーンな地域熱供給、グリーン地域熱供給、グリーンディストリックヒーティングですね、具体的にどうやっていくのか、ご案内かとは思いますが、デンマークは、天然ガスが国産でございます。ですので、特に、天然ガスが出始めた、1980年代ですね、に、天然ガスを使わないといけないコジェネの施設などが、建てられました。で、その縛りを、燃料指定を解除していくというのがまず一つ目に行われることです。で、二つ目といたしましては、新しい地域熱供給の規制を検討する。で、これは日本でも再生可能エネルギーというと、まあ、地中熱とか入ってくると思うんですけど、デンマークは正直今までそんなに使われてなかったんですけれども、今後さらにその利用を促進する方法、また地域熱供給っていうのは、日本でいうと例えば水道事業と同じで、どうしても独占事業になっております。例えば電気のように自由化がされているのではなく、 A 社から B 社に熱供給事業者を変えるということができない独占事業となっておりますので、まあ、それを鑑みて新しい規制を検討する。で、これは今年の秋から検討されることになります。で、あとはそのもうすでにその化石燃料を地域熱供給で使わないようにしていこうとは、そういう方向性ではあるんですけれども、例えばそれを2030年ですね、この10年以内にそれをするとしたら、どのような影響があるのか、もちろんそれこの例えば、熱の料金が上がってしまうのかとか、まあ、そういうのも含めて、影響の分析を行うというようなことも、行われるというふうに、発表になっております。で、こちらは実は私のお話を以前お聞きになっていただいている方は何度もご覧になっていただいている図かと思いますが、これがまあデンマークが目指すエネルギーシステムです。電力があって、熱があって、ガスがあって、ガソリンなどの液体燃料があって、各このエネルギー媒体で効率を良くするのではなくて、ここを行き来させることによって全体のエネルギーシステム全体の、効率を上げていこうというのがデンマークが目指すエネルギーシステムです。ただ、その中、変わったことが実はございます。それがやはりこの2030年に、温暖化ガス削減 70%、 1990年比 70% というのは、これは本当に野心的な目標で、もう先ほどお伝えしました通り、その政府は産業界を巻き込んで
議論を始めているんですけれども、実はまだその例えば最後の 10% とかどうやってやる成し遂げるかわからない、まだ未知なところがございます。その中、今までは検討していなかった CCUS ですね、二酸化炭素の貯蔵とか、あと、水素とか、でもこれがこのシステムの中で、どのように使われていくかっていうのも今後、デンマークが、検討を進めていくところになります。ですので、本当に、この1年ぐらいでいろいろ変わりまして、地域熱供給が果たす役割というものも変わりまして、いろいろその発表はされているんですけれども、新しい規制も含めて、最近、もうすぐ、はい、もうすぐ、いろいろと新しい議論が始まりますので、ぜひまた、機会を見て、デンマークの、近況をご報告できればと思います。私の方から以上になります。ご清聴ありがとうございます。はい、田中さん、ありがとうございました。それではですね、残り時間もだいぶなくなってきたんですけども、私の方から、第4世代地域熱供給、4DH ガイドブックの簡単なご紹介をしたいと思います。ですね、あと質問もですね、何件か来てるんですけども、最後にまとめて、お答えしたいと思います。はい、こちら資料をご覧いただけるでしょうか。で、ご用意した資料がですね、だいぶページ数が多いのであれなんですけども、ちょっと時間があまりないので、詳しくはですね、4DH ガイドブックの方をダウンロードしてご覧いただければと思います。まあ、それのご説明になってますので、はい、で全体ですね、こういうページ構成になっています。で特に第4世代地域熱供給のですね、背景とか、まあ、コンセプトですね、まあ、このあたりを中心に書いてますし、あと日本のですね、状況ですとか、まあ、今後 100% 向けてのスマートエネルギーの展開とかですね、まあ、そういう話まで書いております。あと参考資料をですね、なるべく充実させようということで載せておりますので、ぜひご覧いただければと思います。これは最初にですね、飯田の方からお話をした内容ですね、第4世代地域熱供給とは何かというところです。で今世界でもですね、このエネルギーの、分野の中で、特に熱の分野ですね、これエネルギー全体の半分を占めると言われてますけども、まあ、これをいかにですね、脱炭素化するか、まあ、自然エネルギーの割合を増やすかということは、これは実は日本だけではなくてですね、世界的な課題になっています。これはREN21 というですね、国際的な自然エネルギーのネットワーク組織の方から毎年出されている自然エネルギー世界白書、これは昨年のものですけれども、今年の最新版でもですね、そのような指摘がされています。でヨーロッパの国の方ではですね、この熱の分野の自然エネルギーの導入が進んでいる、まあ、デンマークのような国、あるいはスウェーデンとかですね、北欧を中心に進んでいたりします。でヨーロッパの中でも国によってですね、自然エネルギーの熱の割合というのはだいぶ違うということです。で地域熱供給のですね、普及割合についても、まあ、北欧の方は比較的高いということですね。でデンマークの中でのこの地域熱供給の、まあ、事例というものをそのガイドブックの中でもいくつか挙げています。この中で言うとですね、この後ありますけども、太陽熱による地域熱供給ですね、それから都市部ということではオルボ、市ですね、オルボ地域、3万4000ユーザーの地域熱供給、これも、ね、排熱を利用しています。それからデンマーク最大のコペンハーゲン、のですね、大規模な地域熱供給網と、非常に広域な地域熱供給網という事例を挙げています。で実際第4世代地域熱供給というのはデンマークの方でもですね、今移行期ということで、これからどんどん導入していこうという状況ですが、まあ、その中の一つの事例として、コペンハーゲン郊外のですね、アルバートルンドというですね、ところでそういう事例がすでに行われています。2025年までにですね、移行していくということで進んでいるというふうに聞いています。であとですね、ヨーロッパ全体で、まあ、どれだけその熱分野が脱炭素化できるかというそういう研究プロジェクトですね、このヒートロードマップヨーロッパというものがあります。これでですね、2050年までに、熱も含めて脱炭素化できるんじゃないかという提言が行われています。
で実際にですね、現状でもですね、蓄熱供給の普及率が高い国の方がこの熱分野の自然燃料の導入割合が高いと、まあ、そういうデータも示されています。で実際にそのシナリオの研究によってですね、まあ、現在、蓄熱供給が普及していない、まあ、イタリアとかスペインとかイギリスの方でもですね、まあ、今後蓄熱供給が普及することによって、この自然燃料の割合がですね、高めることができるということをですね、指摘しています。それからこの研究プロジェクトの中でですね、非常に注目すべきなのが、ヨーロッパ全体のですね、この自然エネルギーとか熱需要とかですね、地域熱供給も含めたですね、熱マップというものが、できています。ペタというですね、熱マップ、まあ、こういうものが必要じゃないかということですね。で、この大体地域熱供給を構成する要素ということで、まあ、自然エネルギーを、使うと、いろいろあります。太陽熱、地熱、これはバイオマスとありますけれども、そういったものを使う。そしてそれを実際需要家まで届けるための、技術ですね。熱導管とか熱量計、熱交換器の技術ですね。それからそれを全体束ねる、スマートエネルギーシステム、あるいは蓄熱する技術、あるいは分析ツールとかですね、そういったものが、揃って、今進められているということですね。で、まあ、日本の状況ですけれども、ご存じの通り、まあ、巨大な電力市場とガス市場がありまして、地域熱供給の市場というのは非常に小さいと、で業務部門に偏っているという現状があります。であとは冷熱のですね、割合も高いというのが日本の地域熱供給の特徴になっています。でその中でのその自然の割合というのは、まあ、地域熱供給の中での割合ですけども、まあ、15% 程度、まあ、未利用熱、排熱も含めてですね、 15% 程度ということです。でまあ、事例としてはですね、住宅用ですと一番大きいのが東京都の光が丘団地ですね。1万2000戸のユーザーですけども、まあ、こんな事例で、まあ、これ廃棄物、焼却施設の排熱を使うというような事例は日本国内でもあるということですね。それから札幌市の方ではですね、バイオマスの熱源を使ったような地域熱供給がすでに、導入をされて、います。それから小規模なバイオマスのですね、地域熱供給というのも今各地で、始まりつつあると。いうことです。とはいえ、まあ、先ほど井田とですね、中田先生の方からの指摘もありました通り、まあ、様々な課題があるということを、ガイドブックの方でも述べています。でいろんな参考資料としてですね、そのデンマークで行われている国際会議ですね、これは毎年行われてますので、ここで様々な、貴重な議論が行われていまして、まあ、こちらの方で、いろんな情報を、得ることができるということで紹介しています。やはりスマートエネルギーシステムに向かうということで、すべてのエネルギーについてですね、100% 自然エネルギーにしていくためには、こういったシステムが必要だということで、まあ、デンマークの方でもですね、まあ、そういう研究が進んでますし、実際そういう実証も行われてきていると。で、まあ、日本でも最近、スマートコミュニティとかですね、さまざまな実証が始まってきているかと思います。ということで、今ですね、私どもの方で事務局を務めまして、第4世代地域熱供給フォーディスフォーラムというものを立ち上げております。これ2018年10月にですね、中田先生に座長になっていただきまして立ち上げて、まあ、研究会そして、このようなセミナーですね、オンラインでは初めてですけども、リアルではこういうセミナーをですね、年数回開催しておりまして、シンポジウムもですね、年1回開催して、いたんですけども、昨年度はですね、残念ながら3月の国際シンポジウムは、このコロナの影響でですね、延期になってしまいました。で今のところですね、まだこれ予定ですけども、今年の秋ぐらいにですね、できればオンラインで、国際会議をやりたいということで、今、準備を、進めているところです。はい、で一応、リンク集ですね、上げてますので、こちらの参考にして、いろんな情報をアクセスしていただければというふうに、思います。はい、ちょっと駆け足でしたけども、こういったガイドブックの紹介でした。それではですね、最後、ちょっともう時間過ぎてるんですけども、Q&A にある、質問、答えられる範囲でですね、ちょっと、答えていこうと思うんですが、どうでしょうか。最初のこのデンマークの風力発電のところは、田中さん、何か。はい、環境影響評価はあります。あとは、もちろん環境影響評価もそうですし、あと例えば陸上風力ですと、ゾーニング、まあ、厳密と陸上も洋上も両方ともゾーニングしております。で、実は陸上風力はもう
結構そのゾーニングして建てられるところには建てているので、今はどちらかというと洋上風力の方に向かっているっていうのが現状だと思います。はい、ありがとうございます。それから次のご質問で、はい、その排熱の利用ですね、どのごみ焼却施設の排熱利用について、まあ、この効率性とか、この辺、中先生いかがですかね。あ、ミュートが、すみません、ちょっと解除していただいて。解除しました。はい。じゃあ中田から、そうですね、私もあの東京都の光が丘を見たことがあって、とても、あの、良かったんだけど、残念だったのは各部屋の人たちには、まあ、不評なんですね。もう 2,30 年前の旧式 の、 あの熱交換器が畳の上に置いてあって、エアコンと違って床置きがけなので、床置きなので場所も取ると、で多分軽量も原始的なことをやってると思います。それから、まあ、なんていうのかな、あのそれで商売をしているものですから、本来あの排熱を捨ててるものを使うっていうのは商売の送電気分岐点が違うんですけども、どうしても他のエアコンとか他のガスと比較すれば、あ、まあシステムが膨大で面倒くさいというのはと思ってます。ただやっぱりデンマークの宣伝をすると、デンマークはこの辺すごく進んでて、まず軽量はもうスマートメーターなんですね。もうまあ携帯と同じで、あまり意識しないでも自動的に軽量してくれると。それから漏水のセンサーなんかも入っていて、万が一水漏れがあっても本人が気づかなくても、まあどこで断線してるか分かるとか、もういわゆるデジタル化が進んでるんですね。だから本当にまあ数名のスタッフがあのどっか大事な現場かオフィスにいれば、もう数百世帯数千世帯の運営がなんかもう自販機じゃないんだけども普通にできちゃうという感覚して、こればっかりは日本の中ではまだほとんど、まあやっぱり少ないから、特に東京に入ってる大きいものはかなり古いので、あのどこか、ね、いいものをやっぱり見てみるとすぐに視覚的にあの馴染むとは思います。ちょっとあまり情緒的なご回答なんですけど、いかがでしょうか。はい、なんか田中さんの方からもコメントが、あ、声が、田中さんミュートになってます。あ、田中さん、はい、あ、すいません、ちょっと一つ、例なんですけれども、例えばこれコペンハーゲンなんですけれども、これは、デンマークで一番大きくて、まあ、もしかしたら世界でも大きな規模かもしれませんけれども、これが10キロなので、だいたい50キロ ×30 キロぐらいの中に、廃棄物焼却炉が、熱源が 25% で、発電所、これが CHP の、だから排熱を使った熱供給が 70% というふうに、このようにあのとても効率よくというか、まあ、あのとあるあの、ね、日本から、視察に行っていただいた大学の先生がおっしゃったのが、あのこれは別に熱供給してるんじゃなくて排熱を配っているじゃないかと。でそれがまさにその、はい、ちゃんとそのこれがなかったら捨てられるべきな熱がちゃんと使われているということですので、ちょっとあのご質問に対して直接返答ではないかもしれないんですけれども、まあ、デンマークにおいてはその廃棄物焼却炉からの、熱を、効率よく使っている。ただ、熱ロス、これがここが全部断熱パイプになるんですけれども、そこにおいて熱ロスがないわけではなく、多分これもしかしたらあの松原さんとか田島さんの方が詳しいかもしれませんけど、あの下手したら 10% 以上とかいう時もあるんですが、それでもこの例えばこのシステム、コペンハーゲンのシステムを見ると 5% だけが新たに熱を作ってるんですね。それは他は、まあ、どっちみち出てくる熱を配っているだけなので、熱ロスが多少あっても、このように全体、先ほどもお見せしたようなそのエネルギーシステム全体を考えると、効率は決して悪くないっていうと言えるかと思います。で次も、同じような感じで人口密度に関してですけれども、先ほどあの風力ではデンマークゾーニングを行っていると申し上げましたが、地域熱供給に関しても、ゾーニングを行っております。でこのゾーニングというのが地域熱供給を入れるべきなエリアと、あと天然ガスも、まあ、日本で都市ガスもで、個別暖房給湯を行うべきエリア、それかもう、まあ、の各家庭で、
例えば軽油などを使って行うべきということで、あの風力だけではなくて熱利用に関して、もゾーニングを行っております。ですので、まあ、これがあの多分飯田さんが一番最初のプレゼンテーションの中でおっしゃったその熱をどうやって使おうかっていう国の考え、あと国の政策っていうのがちゃんと展開されているっていう、事例になるかと思います。とりあえず私の方から以上です。はい、ありがとうございます。あとご質問でスマートメーターとかあのそういうあと熱供給は実際普及しない理由、まあ、これあの今回の、セミナーの中であの端々であの一応お話はさせていただいてるんですけど、なかなかあの奥が深い質問ですね。はい、スマートメーターは実際にもう軽量法が最大の問題ですよね。で日本は まず全数8年ごとでしたっけ、全数取っかなきゃいけないっていう。今あの田中さんの方でもデンマークのスマートメーターを国内導入できないかっていうことであのずっと検討されてるんですが、なかなか壁が厚いというような状況ですよね。あとですね、あの私あの偶然とか、まあ、あのたまたまその水道に関してのスマートメーター化に関してもあの、まあ、私環境とエネルギー担当ですので今、デンマーク企業の支援を行っているんですけれども、やはりそのスマートメーターの価格っていうのはあの例えば水道メーターですと、まあ、あの自治体でどれだけ、調達数によるんですけれども、下手したら、10倍ぐらい変わったりするんですね。やっぱりそこがネックになっているのが一つ。あと熱供給に関してのメーターっていうのは、多くの場合があのそもそも個別で、検診をしてない場合もあるんですね。ってことは圧倒的にその数が出ないですね。熱供給自体が少なくて、でかつ、商業用のビルではほとんど個別に、熱料金を、ごめんなさい、熱量を測ってないんです。もうあのフロア面積で安分したりしてしまっているので、なのでなかなかその、マーケットができないと、商品も安くなっていかないというのも、一つ、課題としてあるかと思います。はい、そうですね、ちょっとお時間にはなってきてるんですけど、最後ですね、パネリスト1人ずつですね、1分程度で、まあ、日本の蓄熱供給、まあ、大の世代といかない生でも、まあ、蓄熱供給を普及させるにはどういうハードルがあるか、どういう課題があるかというところ、あと何をすべきかというところ、何かあれば1分ずつでお願いします。じゃあ、どうですか、最初に、長先生から。はい、はい、あの質問の浅間さんのお答えにもなりますね。あの人口密度の目安ということで、ヨーロッパで使われている目安があります。1ヘクタールあたり 1.4 メガジュール、あるいはあの1平方キロメートルあたりだと140テラジュールになります。でこれ当てはめると、まあ、人口1万人ぐらいの町、鉄道の駅があって少し商店街があって人が住んでるところってだいたいこのぐらいなんですね。それから東京都でいうと、もう山手線内なんかは全部ここに入るんですが、例えば東京都でも熱供給入ってるのは六本木とか丸の内の 2-3% ってことで、まあ東京自体が全く入ってないですから、普通はあの人が住んでる、まあ、家が連なってるあたりに少し大きな病院とか老人介護施設があればもう十分に行けるというふうに言われてます。でそれからさらに、まあ効率のいい部品が入ってくればね、ロスも少ないので、もっともっとそのメリットは高くなるというふうに私は思ってます。以上です。はい、じゃあ田中さんか飯田さんか。はい、あとあのちょっとあの最後のコメントを、お答えできなかった質問の答えも含めてちょっとお話できたらと思います。なぜ日本で熱供給が進まないのかっていうのを、まずあの技術面でないところからすると、まあ、飯田さんがおっしゃったことに尽きると思います。その、国として熱の利用っていうのをどうしようっていうのがまだ明確になっていない。ただ、2018年のエネルギー基本計画エネキにもに、まあ、コジェネという形でですが、まあ、昔よりは入ってきた。あと来年2021年にエネルギー基本計画がまた、見直されるので、その中でもっとその熱っていう考え方、その熱事業者を取り締まる法律ではなくて、もっとこの熱をどうしていくのかっていうのが、明確になってきたらいいなと考えております。で、まあ、技術的な面と言えるのかどうか分かりませんけれども、これは中田先生がもうすでにおっしゃってくださってますが、その
決してその日本の技術者がいないとかではなく、何でしょうね、そういう考えをするようにトレーニングされてこなかったっていうのが正しいのでしょうか。多分その熱力学とかそういうことに関しての、教育は受けてらっしゃるけれども、まあ、もしかしたら鶏が先なのか卵が先なのかというその熱利用があったからそういう教育もできた、でそういう熱利用をしてないからそういう教育もできなかったなというのをちょっと私もわからないところなんですけれども、なので決してその技術的に衰えてるってわけじゃなくて、そういう考え方を今まで、するトレーニングを積んできた方がとても少ないっていうのが、技術的な課題なのかなと思います。ただそれに関しては、まあ、デンマークだけではなく、多くの国でその熱供給というのは行われてきて、熱利用熱供給が行われてきているので、もちろんその日本にコピーアンドペーストできるっていうわけではないかもしれませんけど、最先端のものを日本でどういうふうに使っていけるかっていうのは、検討これから十分できるのかなと考えております。じゃ最後飯田さんのから。はい、政策ではなく技術的な面でなぜ日本で、熱供給が普及しないのかということですが、まあ、ただ技術だけで語るのも非常に難しくて、結局政策と市場とそれから技術とあとその歴史的に、形成されてきた、まあまあ、なんていうか、暖房文化とかですね、あと住宅の在り方とかですね、そういったものが全部こうもつれ合ってきてるのかなというふうに思います。で、まあ、その根っこにあるのはやっぱりその、全体としての、知識体系、特に温熱給湯暖房を非常に合理的に使っていく、今日中田先生もおっしゃいましたが、第4世代からさらにもう第5世代、そして冷熱の方も第5世代とかですね、本当にちょっとした温度差をこういうふうに使うことでヒートポンプも組み合わせて、これほど合理的に、経済的にもそして環境的にも合理的になるんだということが、どん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 こう知識体系として、膨大に積み上がってるのに比べると、日本は、ちょっとその全体の知識体系からまあ、大きく外れてしまったなというところがあって、それを、まあ、今回中田先生を、座長にして多少なりともこれから取り返していけないかっていう形ですね。それがその市場をどう作るかということと政策をどう作るか、そしてそれを形成する技術群とか製品群というものをこう作っていくっていうことに、まあ、つながっていかないと、何か一つのことで全部解決できるような魔法の玉っていうのはなさそうですけども、やっぱりその全体としての、知識体系を作っていくことが、まあ、全体を経済的にも環境的にもそして市民の暮らしという意味でも、まあ、暮らしやすく合理的にしていくというふうに、なっていくのかなというふうに思いますので、ぜひご関心を持っていただいたのであれば、ぜひこちらのフォーラムにもご参加いただければと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、もうお時間をだいぶ過ぎてしまって申し訳ありませんでしたが、これで、フォーデッジフォーラム第1回オンラインセミナーをですね、終わりたいと思います。本日は多数の方ご参加いただきありがとうございました。そしてパネリストの皆さんありがとうございました。ではこれで終わりたいと思います。失礼します。ありがとうございました。